暑いからこそもう考えるのめんどくさくなってたからね、きっとね。怠慢ですけどね、うん、こんなのはちょっと。暑いねー。それに尽きるんですね、ここ数日は。ちょっとえぐいからね。うん、異常気象よね、本当に。収録してる今日、うん、火曜日も37度。うん、7度だって。埼玉39度。いや、本当外を普通に歩くだけでさ、うん、もう結構、体調悪くなっちゃうぐらい。俺、駅のホームで待ってる時間が結構嫌かもしれない。うん、今日、幕張駅行ったけどさ、海浜幕張。海浜幕張じゃないか、幕張豊洲中、今新しい駅。ああ、そうね。劇場がね。そう。あれ待ってる時間、なんとかならないかな。なんとかならないかな。なんとか。まあ、でもまあ、わかるよ。うん、あそこで結構体調崩す人多いから。そう、いや、あそこきついんだよね。俺、東京駅から今日行ったんだけど、うん、やっぱね、うん、暑くて具合悪くて運ばれてる人が何人かいて、うん、で女の子がもう道端で入っちゃってたのよ。うん、うわあ。ああいう時ってさ、うん、なんかね、その、うん、鉄道警察みたいな人というか、まあ、その、スタッフさんみたいなさ、人がさ、特殊部隊だからその面倒を見てるんだけど、うん、その周りにね、うん、何人かその、おじさんがね、うん、こう、囲んでるのよ。うん、みんな心配なのよ。わかるよ。大丈夫かって。なんか通り過ぎるのが罪悪感、ね。そう、罪悪感あって、うん、多分心配になってね。でも邪魔は邪魔よ、ね。そう、心の底からその、うん、何かしてあげたいっていう気持ちはあるんだけど。わ、うん、かるわかる。もう何にもできない、そわそわ、そわそわしたおじさんが5、6人で入ってる女の子を囲んでる姿を見るとさ、うん、なんか気持ちわかるんだけどって。うん、一番嫌じゃないそれが多分って思っちゃう。なんか。見られてるのもね。うん。うん、なんかね、あれ難しいよね。その、全くこう、無関心なわけじゃない。その、東京の人冷たいみたいなさ、うん、感じで思われたくないがために、うん、なんかこの、ちょっとアクションを起こすみたいな。ね、あれ難しいよね。うん、そう。何もできないんだから、だって。うん。だからもう、第一発見者だったらね、もうすぐ声かけて、うん、そうね。なんかそういう呼ぶとかね、した方がいいと思う。ちょっと暑さ対策は皆さん本当してください、うん、本当に。半端じゃないんでね、ここ。ちょっと暑いといえば、暑い3日間は過ごしましたよ、我々。そうですね。うん。ちょっとタイトルコールいきますか。はい。はい。いきましょう。ほら、ここがオズワルドさん家。ハイエース2台ってどういう家族構成なんだ。その間に、うん、ちょっとこの今まで灯し続けてきたフェスの火を消さないようにしようってので立ち上がった、うんうん、堀さんっていうおじさんが、ね、相当な有力者っていうか、たくさんお金を出して、うん始めた。自ら、プロデューサーだから、もう自ら始めたという。うん。すごいよね。人間一人でフェス始めれるんだって思うよな。すごいね。もちろんいろんな協力があると思うけど、うん、その人がもうやろうっつって。いや、すごかったよ、本当に。だからさ、去年は2日間だったけど、今年もう3日間よ。うん。3日間で俺たちはさ、うん、そのラジオをやってるから、茨城のね。うん。だからその関係で、去年に引き続き、ちょっと総合 MC、なんていうの？総合司会みたいなね。うん、総合司会っていう大層の名前ついてるけど、うん、本当に曲の合間で出てきてね、まあ、どうもって言って、正直なくてもいいぐらいの感じだと思う、ね、俺はそんな気持ちでやってなかったけどいや一体感お客さん側に立った時にね、そのでも、うん、思った去年より、うん、去年も別に暖かかったんだけど、うん、今年めちゃくちゃ増えるかも。なんかノリノリだったよね、うん、だって結構何言ってもさ、もうフェスのテンションでさ、うん、イエーイとか言ってくれるからさ、うん、俺も結構調子に乗って、うん、畑中コールとかしちゃったもんね。してたな畑中みたいな、数万人のお客さんがね言ってくれたりとか。どういう気持ちだったんだろうな、うん、いや、楽しかったですよ。ちょっともう何から触れていいのやらですよ、うん、だからもう。結構ね、初日から、すごいやっぱね、メンバーがすごくてですね、うん、普通のロックフェスとか、そのね、ミュージシャンとか、バンドとかだけじゃなくて、結構そのレジェンド級の人たちがね、うん、来てくれました。初日だったら。後半がね、うん、ね、すご、結構、なんだろう、うん、言ったら、うん、普通のロックフェスとかっていうよりは、うん、まあ、ロックフェスっちゃロックフェスなんだけど、うん、思ったのは他のフェスに比べて、うん、俺は家族でも来やすいなと思ったんだ。そうだね、年齢はバラバラで、ね、そう、もう、うん、バンドからラッパーからアイドルから、うん、何から何までぐらいの、うん、声優のバンドがいてとか、うん、じゃんか。そう、なんかちょっと他にないフェス感はあるよね、うん、めっちゃ、まあ、とはいえ俺ら他のフェスを知らないんだけどね、人生でね2回フェスに行かしてもらったんですけど、それがラッキーです。そう、昨日と去年です知らないね、他のフェス。多分他のフェスもそうなんじゃない？いや、あんなにね、家族でね、俺もフェスは俺ないと思うわ。気になって見たけど、他のフェスの出演者とか。うん、意外とあるよ、そういう。唯一無二のね、うん、
茨城で ね立ち上がったんですよ。そんなことないんだけど、まあ、うん。あタイムテーブルっていうんだ、うん、交番じゃなくて。フェス知らないから俺は交番って言っちゃうんだけど。ね。まあでもラッキーフェスは交番で行かせてもらってるんで。タイムテーブルって書いてたよ。そのタイムテーブルとか、うん、その他のフェスのね、うん、常識を押し付けられても。うん、もう独自の、全く独自のね。全く独自の。オリジナリティ溢れる、うん。そうよ。他のフェスはもう家族でなんて行けないですからね、うん。だってさ、ロッキンとかサマソニとかさ、うん、あとなんだ、有名なで言うと。フジロックか。フジロックとかね、うん。ロックロック言ってますけどさ、うん、こっちはラッキーだからね。ラッキーだからね。ラッキーでやってるから、こっちは。ないのよ、そんな幸せなネーミングある？ラッキーフェスってさ。だからなんか俺らもさ、2年連続かかってさ、うん、ちょっとその、自分らもずっとやってるというか、なんならもう自分らが作ったぐらいの気持ちになるわけじゃない。いや、悪いけど俺はもうそのつもりだけど、うん、その一銭も金出してないけど、もちろん。なんか、みんなで作ってる感じでいたから。だからさ、その、結構クリーピーナッツさんとかね、うん、初日の大取りやったけど、うん、クリーピーナッツがラッキーフェスって言ったと思ったら嬉しくなるんだよね。そうね。わかるわかる。MC とかで、ラッキーフェスまだまだいけるだろうみたいなのがさ、うん、こんなもんじゃねえだろうとか、サンボマスターさんとかさ、うん、言ってくれる、ラッキーフェスって言ってるこの人たちっていう。なんか喜びになるよね。なんかだから去年と、うん、その、3日間になってるし、うん、で、人の入りも、ね、どう考えても去年より多かった、ね。だいぶ多かったね。とかを見てると、うん、もう確かにめっちゃ、うるっとはするよね、ちょっとね。本当に一銭も出してないんだけどね、お金はね。それはもちろん出してないですけど。自分らが立ち上げたぐらいの気持ちにはなるよね。でもすごいさ、うん、なんか、なんつうの、うん、中心にさ、立って一緒にやれたじゃんか、うん、なんかその、ラッキーフェスのね。ど真ん中に立ってやれたじゃないですか。毎回毎回 MC で出てきてね。素晴らしいことですよ。うん、もうお客さんもね、うん。だいたいアーティストがこうやってると、俺らその後ろの方でね、うん、見てるんですけど、うん、もういろんな人がね、声かけてくれてね。うん、ね。そう、うん。大丈夫ですかって暑いですけど、つって茨城の人、うん、いい人だからさ、うん。家族連れのおっちゃんが、俺にこれ飲んでくださいっつって、うん、あの、凍ったアクエリアスをくれたんだけど、うん、で、半分溶けてるからね、うん、飲めるようになってんだけどさ、うん、もう絶対に飲みかけなのよ。え、あの、蓋開けた時に。絶対に飲みかけなの。あの、初めての感触じゃなかったの？初めての感触じゃないし、うん、あの、これがもうなかったのよ。この間の補正やつが。リングみたいなやつね。そう、ないし、うん、明らかにこう減ってるし、うん、なんだけど、もう俺のことをファミリーだと思ってるから、うん、あの人は。家族が飲んだものは飲むもんね。そう、飲むの、うん。関係ないじゃん、もう。だからもう、うん、一体感は半端じゃなかったですよ。ね。だってお前、うん、初日のトップバッターが西川貴教さんよ。そうね。で、取り前が飛鳥さんだからね。そう。アスカさん、かっこよかったな。かっこよかったな。そう、西川さんからバーンって盛り上がって、うん、で、アスカさんの、うん、ね、うん、チャゲアスのね、アスカさんが一人でいらっしゃってたんですけど、うん、機材トラブルでね。30分ぐらい押してね、そう出てこなかったんだけど。で、途中、うん、30分間の間、途中で、うんうん、パッて、フラフラっと出てきて、うん、なんかギターの、なんかその音が出る、うん、出ないみたいな。熱すぎて、なんかそのちょっと機材にね、影響が出ちゃってるね。そう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 。うん、で、アスカさんがフラッと出てきて、うん、で俺らも初めて生アスカ、うん、いや、で俺はさ、その30分機材トラブルで押してるみたいになってるけどさ、うん、アスカ来てないって思ったもん、ちょっと。いや、俺もちょっと、あれ、アスカ来てないか、うんうんうん、え、アスカ揉めてるってちょっと、うん。そうそうそう。わかんないから、そのアスカさんのことを。そうそう。で、途中でアスカさんがフラッと出てきて、うんうん、でもちょっとあの、険しい顔してたのよ。ブチギレの可能性もあるからね。でも、うん、でも普段からクールな人なんだろうね、うん、多分。キレてるっていう、うん。それでもやっぱりあの、アスカの感じで喋るから、うんうん、すいませんね、見ての通りね、うん、機材トラブルでね。うん、ちょっとまあ、フェスにね、トラブルはつきもんなんですけども、うん、こんな長いね、間、こんな長い時間、復活しないなんてもなかなかね、うん、今まで味わったことないんで、みたいな、うん。ちょっと怖いじゃん、なんか。ちょっと怖いね。うん、で、まあ、ただ、必ずね、うん、歌わせてもらいますんで、少々お待ちを、つって、うん、ファーって開けてって、うん、で、みんなちょっとざわついたじゃん、なんか。うん、わずかって、あれ、どうなの怒ってんのかな、怒ってんのかなって。空気になって、まあまあうん、でも、うんそのわざわざ本人が出てきてくれて、それを説明してくれるっていうのが。お客さんも戸惑ってるだなと思って。で、そっからまた15分くらい経って、ようやく機材トラブル解決してって。でもそれでもやっぱ30分押してるから、みんな大丈夫かこれみたいな。なってんのよ。えって。いけるまともにって、アスカ切れてんじゃないみたいになってたんだけど、30分経って、アスカがふらーっと出てきて、お待たせしました、アスカですって言った瞬間に、ダーンってあの、セイエスのイントロね。それでもう一気に全員、わしづかみにされて、泣いたよ、俺は。で、最後、やーやーやーね。そう。
でも最後は殴りに行こうかつか、やっぱちょっと切れてる。ぶち切れてる可能性はあるけどね。この曲が終わったら袖まで殴りに行こうかの。いやでもね、やっぱ、やーやーやーのパワーすごいわ。すごかったね。うん、でもほんと、チャゲアスの歌をね、結構やってましたよね。プライドとかね。だかあれがさ、うん、すごいよね。うん、5曲で終わったのかな、アスカは。そう、だ押してる分もあるから、ちょっと短め。これはもうリスペクト込みで我々も呼び捨てで言わせてもらってますけども。アスカのあの、全曲ヒットメドレーのね。だからあれ、トータルね、多分700万枚ぐらい売れてんのよ。あの、フィやった歌だけ合わせたら、700万枚分の曲を一人でやったわけよ。うん、いや、うん、そうなのよ。それすごいよね。だからね、うん、その、うん、もう出し惜しみしないというか、うん、昔のヒット曲歌うの嫌だみたいな人もいると思うんだよね、多分、うん。もう飽きちゃってるとかね。絶対やった方がいいんだよね、まあ、だからフェスはそうだよ、きっと。その、いろんな層が見てるわけだから、ファン以外の人も見てるから、うん、相川七瀬ってなんか今日はみんなが知ってる曲だけやるからね、みたいな。そう。でそれもさ、うん、今日終わって芸人と楽屋でさ喋ってたんだけど、うん、そういうことっすよねみたいな、うん、したら誰だっけな、ノブさんかな、うん、あのデニスの、うん、やっぱりね、その歌手も自分のヒットした曲を、うん、みんなが知ってる曲を歌ったら絶対に盛り上がるからやった方がいいっすよねみたいなって、うん、でそう考えたら芸人も絶対そうだよねって、うん、みんなさ自分のギャグとかもさ、うん、絶対やった方がいいじゃん、うん、っていう話になって、そのノブさんがそういえばなんかそれ聞いてたら昔、ピスタチオさんが、営業で白目むかずに漫才してて、こいつら何やねんと思ってきた、今。そうだね。そのやってる側もう今更とかさ。わかるよ。ピスタチオさんの気持ちも、俺らもいつまで白目向いてたらいいんだって、うん、なる気持ちもわかるんだけど、でもやった方がいいんだよ、絶対。やった方がいい。やった方がいい。ここが、オズワルドさんも絶対ごめんね。ごめんね。一回は入らないと意味ないからな、これでも。DJ コーです。現在空気階段の全国ツアー第6回単独公演無修正が開催中です。東京、札幌、名古屋、千葉、岡山、大阪、仙台、福岡、東京、全国9カ所26公演2万人動員予定の全国ツアーとダンスポポポポポイエー、これはまさにヤバいバルテンダンス。詳しくは TBS ラジオのイベントページで。ねえねえ、ほら、ここがオズワルドさん家だって。改めまして、オズワルド伊藤です。畑中です。でね、うん、そのアスカさんが、うん、いや、アスカが、うん、そのね、やーやーやーでやってね、うん、もうやっぱすとんいつもない一体感だったじゃん。やっぱアスカさんのね、やーやーやーの時の手はね、うん、角度45度で、うん、ちょっと肩入ってんのよ。わかるわかる。あの感じがね、わかるよ。なんかね、殴りに行く感じがね、もうめちゃくちゃパワーがあって、うん、それをお客さんもみんなやるわけじゃない、うん、その最前列の人がもう柵乗り越えんばかりに、うん、拳を突き上げる感じね。あれは感動したな、ちょっと。そう。うん、で、いやいやいやでね、めっちゃ盛り上がって、うん、俺らは、瀬取りを裏で見てたから、うん、最後にいやいやいややるってのは知ってたんですよ。うん、で、クリピーナッツの、R指定さんが、うん、で、始まる前っていうか、だいぶ、2時間前ぐらいに、俺喫煙所で一緒になった時に、うん、どうすか、アスカの後って、みたいな。確かにね。いや、もう考えられへんっすよ、みたいな。うん、ね、R指定さん言ってて、で、俺ら的にはさ、もちろんアスカもなんだけど、うん、その、今のね、クリーピーナッツもさ、現代で言うとクリーピーナッツさんは相当。とんでもないじゃんか、うん。で、クリーピーメアツで来てたお客さんも死ぬほど。多分一番多かったじゃん、初日だったら。そうそうそう。うん、で、こういう交番じゃない、何、うん、なんて言うんですか、他のフェスでは。他のフェスではそのタイムテーブルって言うらしいんですけど、うんうん、そのね、並び見て、多分もう、うん、クリーピーナッツがラストなんだって。うん、で、誰もこれ文句言う人いないじゃないですか。普通にね、全然。でも、そう、やっぱりちょっと、いや、さすがにおっかないっすわ、みたいな、言っててね。うんうん、いや、でも、クリーピーナッツならいけるっしょ、みたいな、話もしてて、で、アスカが終わって、で、30分転換があるでしょ、うん、で、転換がある間に、俺がその、舞台の裏にある喫煙所、うん、で、アーティストの方も来る喫煙所に行って、うん、タバコ吸ってたら、うん、その、アルシテさんが、イヤホンをね、片耳につけながら、ずっとその曲を、その繰り返し繰り返し、練習してるの一人で。
俺、うん、とんでもないとこ来ちゃったと思って、うん、でずっとこう集中して、うん、繰り返しやって、うん、逆にやるんだと思うよ、そういうの。そうそう。そんなんなしやるんだって。で、やっぱり、普段からやってるのかもしれないけど、うん、でもやっぱアスカの後ってのもあるし、うん、で、俺たちが盛り上げるんだって、もちろんクリピーナッツのあの気合みたいなの、うん、とんでもなく伝わってきてさ、うん、で、もう声かけることもなく、うん、アルシテさんがパッて出て、で、俺も後ろから出てったんだけど、うん、もう歩きながらもうイヤホンつけて、うん、アルシテさんがずっとこうちっちゃく、ボソボソ言いながら、うんね、自分の舞台に向かってったら、うん、お前が、向かいから歩いてきて、うん、めっちゃヘラヘラした感じで、うん、アルシテさんに、いやー、いよいよっすねーって話しかけて。始まりますねみたいな。その感じ知らないから。余裕だと思ってるから。やめろって思って。アルシテは余裕だと思ってるから。いや、もうそろそろ。お前も多分近くに、近づいてから、うん、あって、練習してるって思って、うん、なんかすごい照れくさそうに笑って、うん、全部無視されてアルシテに。いよいよっすねーとかじゃなくて、うん、俺はもう時間なのに、うん、まだタバコ吸ってんのかっていうので、うん、まだここにいたんすかみたいなこと言ったね。最悪、最悪系に。何してんすかって。もう出番ですよ。アルシテさん何してんすかみたいな。あれはちょっと見てらんなかったな。うん、いやでも、それがね、初日でしょ？あ、まあ、で、しかも、とんでもない盛り上がりだったからね、クリピーナッツさんがやっぱ結局最後ね、うん、締めて。行くか。もうあそこの一番でかいステージ、何万人入るか分かんないですけど、うん、もう、1万以上入るよね、多分ね。いや、入る、全然入る。1万以上入るのかな、まあ、みんな立ちだから入ってるか。うん。もうパンパンだったしね。うん。かっこよかったね。かっこよかったっすよ。あ、ちなみに畑中もフェス出てるんで、歌ってるんで。初日だっけ？初日。樋口愛さんとね、うん、一緒にコラボで。一番ちっちゃいステージでやらせてもらいましたよ。うん。お前は本当やりたい放題だよな。でもさ、やっぱ数万人の前でね、やっぱミュージシャンはやるわけじゃないですか。うん。でも俺はその不安だから、歌詞カード見ながら、コードを見ながらやってんだけど、うん、本当数十人のお客さんよ、そのちっちゃいところで。うん。うん、でもね、ちゃんと緊張して、うん、樋口さんがハモリをやってくれるんだけど、うん、サビの部分全部ハモリの方に持ってかれて上ずっちゃってめちゃくちゃ連れてかれてた。音源聞いたけど無理アーティストはやっぱすごいと思う。しかもあれでしょ、うん、歌ったのなんだっけ。新しい東京って、ね、お前の歌じゃん。だってそれはそう俺が作ったやつを一緒に歌う。お前の歌でなんでハモリに持ってかれちゃうの、うん、やっぱ圧がすごい。プロのね声の音の圧というか、もうそっちが聞こえなくなっちゃって。いや、お前もう来年あたり、本格的に誰かとやってるんじゃない、うん、いや、でも、樋口さんとちょっとユニットを組むことやったから。何でしたっけ？ハギョっていうユニットを。まあ、組むというか、ちょっと遊び的にね、もっと曲作りましょうよってなって。うん。うん、だからもう、そんな時期じゃないから、うん、もう M1 も始まりますし。まあ。新曲とか作ってる場合じゃないのよ。ね、うん、作りながら、ネタも作りながらっていう。そう。これが初日だからね。うん、そう。まだ初日なんですよ。まだまだ。だって二日目は何？誰二日目が出たの？二日目は、まあ、うん、ハンブレッターズも、デフテックとかも。デフテックさんも、ね。クレバンもいますし。クレバンも。グランプール、ジェジュン、サンボマスター、大黒摩季。あ、サンボマスターさんね。で、大黒摩季さんよ、やっぱすごかったの。うん。鳥ね。ヘッドライナーっていうの？なんていうの？ヘッドライナーです。ヘッドライナーって鳥のことですか？そうです。合ってるの？うん。タイムテーブル。あれだよな、わかる。ヘッドライナーってさ、うん、トップバッターっぽいよ。そうそうそう。ヘッドライナーっていう名前がね。うん。うん、ヘッドライナーが、トップバッターじゃなくて、鳥ね。鳥、大鳥なんだね。そうそう。で、大黒摩季さんよ。うん。だ大黒摩季さんが、うん、伊藤がね、そう、言われたんだよね。喫煙所で、また、うん、とにかくね、俺は喫煙所で会うのよ、アーティストにめっちゃ。うん、で、行ったら、うん、大黒摩季さんが、うん、もう、オレンジのめっちゃ派手なセットアップみたいなので、うん、タバコ吸ってて、うん、で、うわ、大黒摩季だと思って、うん、大挨拶しようか迷ってたんだけど、うん、知らないし、俺のことなんて絶対。うん、したら、スタッフの方が、うん、大黒さん、オズワルドさんです、みたいな、紹介してくれて、うん、で、知ってますかみたいな聞いて、いや、ごめんなさいね、私、もうずっと旅してて、うん、ネイチャーチャンネルしか見てないのって。何ネイチャーチャンネルって。ネイチャーチャンネルってのがあるんだって。うん、もう誰が聞ける大黒摩季に、ネイチャーチャンネルって言われて、それ何ですかって、聞けないだろ。ネイチャーバーガーの YouTube。ネイチャーバーガーの YouTube なわけねえだろ、お前。違う？旅何の関係がない。そう、それで、言ってくれたら、大黒さんが、うんうん、あ、そうなんですね、つって、うん、そっか、つって、じゃあ、ね、せっかくだから、じゃあもう、ね、ラララに出ちゃいなよって言われて、え？うん。出ちゃいなよって、あ、うん、うん、ラララの時、出てきてって、うん、じゃあねって言っていなくなったのも、うん、どういう意味って思って、うん。
冗談だよなと思って、うん、一応その、こっちの吉本の社員さんにこんなん言われたんですけどって確認したら、うん、あの、本当に、出てってなって、うん、で、僕らも、ラララの時袖でスタンバイして、ね。TS さんとね、うん。TS さんってあの、すごい、ゴリゴリタトゥーが入ってる。半分ね。うん、体の半分タトゥーで、うん、もう、右半分タトゥー。左半分がタトゥーかな。左半分がタトゥーか。うん、いや、右半分だな、多分。向かって右。だからその、下手が。下手がタトゥーで。TS さん側から見たら左側でしょ？え、違うでしょ？左側よ。左側だっけ、うん、え、違う。俺らから見て右でしょ、だから。あ、そうか、合ってるのか。そうじゃ TS さんから本人の。あ、じゃ神手がタトゥーか。本人の左手。TS の神手がタトゥーの方がいるんですけど。うん、ラララをさ、うん、一緒にさ、うん、俺らと TS さんと、うん、あ、誰が出てたっけ、それぐらいか、ララの時は。ラララの時はそうかな、うん、あとはその堀オーナー。あ、堀オーナーも、堀さんもすごいよな。うん。うん、出てなんか、みんなで大合唱してさ、うん、あの手を振りながらね。うん、で、こう手を繋いでさ、うん、両手を万歳しながらみんなでこう揺れるみたいな時があったじゃん。うん、もう大黒摩季さんがさ、もうすごいのよ。こっち来なよみたいな感じでさ。うん、で、俺の隣が TA さんだったのよ。お前、そう。TA さんの左手を、俺の右手で握るんだけど。タトゥー側を握ってるってことでしょ、お前。それが一番怖かったの。だから、でね、TA さんめっちゃいい人だったじゃん。めっちゃ優しかった。うん、めっちゃいい人だったんだけど、初の中が終わってからずっと、うんうん、だあれマジ怖いわ。左半身が一番怖いんだから。左半身を一緒にさ、ね、手握りながらラララとか言ってんだから。手握ってる段階でもうタトゥー触っちゃってるもんね。うん、そうそうそう。めちゃくちゃ優しかったから、ね、そうそうそう。今日で俺オズワルドのこと好きになったわって言ってくれてたけどね。あ、ほんと、うん、めちゃくちゃ優しかった。優しい。で、なんかその、うん、ラララをやってる時もさ、うん、なんかその、TS さんは大黒さんとなんか仕事してる。そうそう、なんかね。だから関係性があるんだよ、ね。そう、姉さんとかって言って、うん、堀さんも大黒さんと会ってるからって関係性があるんだけど、うん、俺らだけ全くわかんないじゃんか。うん、で、一人ずつ TS と肩組んだりとか、うん、堀さんと肩組んだりとかして、うん、で俺らのところにも来てくれるんだけど、うん、なんか紹介で、うん、多分ね何にもピンときてないんだけど、うん、M1 っていう情報だけサクッと多分スタッフさんに言われてると思う、ね、今出たことあるみたいな、ね、そう、うん、2万人ぐらいいる大歓声の中で、うん、オズワルドーって M1 取ったらしいですよって言われてで俺らも大黒さん何にも知らないから否定することもできずに、うん、いやーとか言うしかなくてノリだけでやってるからね。しかもそのさ、最後終わった後さ、うん、もう一人一人、大黒摩季さんはもうフランクすぎて、うん、もう、堀オーナーとかこう、ハグするわけよ。一人一人ハグしてって。まあ、ハグと言ってもさ、うん、まあ、その、ハグ風みたいな、うん、こう、体をこう、ちょっと当てるみたいなさ、うん、あるじゃん、その外国人の方がやる。うん、この、実際にこう、抱きはしないけどね。うん、その、オーナーの後に、TS さんだったのよ。TS さんがこう、ハグするんだけど、うん、やっぱその、こう、ノリ、ラッパーみたいなノリがあるわけじゃん。うん、こう、がっちりこう、握手してさ、うん、で、こう、ガッて体を抱くみたいな。うん、それを TS さんが大黒摩季さんでやってたのよ。うん、その後俺だったのよ。うん、これは舐められるぞと思って。大黒摩季さんがっちり抱いちゃった。お聴きいただいたのは、大黒摩季でラララでした。本当ですよ。ハイパーいい歌だった。パワーあるよね。うん。歌っていうか、すごいよ。出たね。大黒摩季とか、うん、アスカとかの、うん、あのぐらいの時やっぱり、ね、日本が元気だったんだよ。ずっと言ってるんですよ。俺ね、あの時代をね、あの激動の時代を、ね、自分が中心となって生きていたわけじゃないけど、うん、子供の時だから。子供の頃の記憶です。でもあの時はね、日本が元気だったのは大人がもう浮かれまくってたんで、あれぐらいがいいのやっぱ。浮かれまく、まあバブルとかの方がそうだと思うんですよね。だからそのバブルからね、弾けてもう一回立ち上がるぐらいね、まあ、元気だったね。CD とか歌で言うとね、うん、一番売れたからその時。とにかく元気でした。何百万枚とかね、売ってるしね。今のところでまだ2日分とかだからね、うん、大黒摩季が2日目のヘッドライナー、うん、で3日目ですよ。3日目がもう昨日の話ですからね、これ収録日で言うと、ね、信じらんないな昨日の話って言われると、うん、本当なんか夏休み終わったぐらいな感じ、その3日間が。そうね、だからさ俺らも旅行とかはさ行けないじゃんか、うんうん、夏だからあの旅行行った感じだよね。そうそうそう、総合 MC とか家別にその合間いろいろ自由に見たりとかしてたから、うん、でしかも俺は3日目その、うん、いつもの芸人軍団をもう茨城に呼び寄せ、うん、招集してたから。あれやればよかったな。楽しそうだったな。7人ぐらい来て。うん、で、その中にね、うん、
アメリカン BB チキンの杉本というね。まあ何度か登場してるし、何度か登場した上で、うん、このラジオでは一応禁止とされてる。ごめんなさい。今回だけはすみません。今回だけはちょっと最後に、ね、最後かわかんないですけど、はい、ちょっとすごいことがあったんでね。そうね、アメリカン BB チキンの杉本っていう男をね、うん、もうずっと仲良くさせてもらってる僕らの3年後輩で、うん、もう、なんつう、中学生のヤンキーみたいな。ほんと可愛いやつなんですね。可愛いやつなんですけど。お調子者というかさ。お調子者でね。ダサいんだけどね、そのそうそうそう。なんか、こいつがね、うん、オレンジレンジが、もう好きで好きでたまらないと。うん、で、何年も前から、オレンジレンジが好きすぎて、うん、オレンジレンジの新曲を勝手に作り続けてる男なんですよ。うん、で、何曲も作ってて、うん、で、これがクオリティ的にも、もう何回も見たことあるでしょ。うん、あの、オレンジレンジの歌だなって思う。そう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 。で、歌ってそうあいつが歌うんだけど、うん、全部そのオレンジレンジが歌うことを想定して作ってるから、うん、ちゃんとそのラップ部分もあったり、ね、キーも全然あいつの声が全然出ないところとかオレンジレンジに合わせてる、ね、オレンジレンジに合わせてるから、うん、自分が歌うことを想定してないからさ、うん、それで今回ね、うん、このわかりましたじゃタイムテーブルね、うん、タイムテーブルを僕見たときに、うん、オレンジレンジいるじゃんって、うん、3日目になって、うん、で、もともとその、3日間あるうちのどっかは、みんなで遊びに来る、みたいな、うん、なってたから、その、来ることは来るのは決まってたんだけど、うん、もう、タイムテーブルにオレンジレンジがいるって、なった瞬間に俺、すぐ杉本に連絡して、うん、お前、オレンジレンジ来るぞ、フェスって。うん、マジっすか、伊藤さんって。うん、これもしかしたらあるぞ、お前、みたいなって。うん、何があるんだ、あるぞ。ね杉本もありますね、これもしかしたらね、うん、みたいな。何があるわけないんだけど。あいつは。うん、あるわけないんだけどね、うん、基本的にはで杉本たちがこっちにね、うん、園芸温泉の山木とか大行店の小葉とか、うん、とんかつ街道の村田とか ねキャバ嬢のみきちゃんとか、うん、あとアッチョが一滴も酒飲まないアッチョがねレンタカー運転手アッチョって知らないのアッチョは俺マジで聞いたことない恵比寿のキャバ嬢なんですけどミキはわかるけど、アッチョは知らないの、うん、それで。ミキも知らないし、リスナーは。あと森田も知ってたね、バラバランスの森田。バラバランスの森田とね、うんうんで、オレンジレンジにね、うん、もしかしたら、うん、どっかで遭遇したら、俺ちょっとすかさず、うん、その、お前と会ってくれないかっていう交渉をするから、うん、お前いつでも電話出れるようにしとけと。うん、本来、めちゃくちゃ、むちゃくちゃなことしようとしてる。むちゃくちゃなことを冷静に考えてたというか、うん、もうでもみんなもう、うん、お願いしますみたいな感じになってるし、で、まあ、俺らも見てさ、うん、そのアリとかもね、うん、セザーとアリってバンドセザーとかめっちゃ仲いい、うん、出てて、うん、やっぱめっちゃかっこよかったね。めちゃくちゃかっこよかったアリ。で俺らもその、うん、他のスカイハイさんとかね、うん、キャリーパンパムとか、うん、クリープハイプとかこういろいろ見てて、合、う、間、ん、がちょっと空いたから、うん、そのアーティスト村みたいなところがあるんだよね。その控え楽屋みたいなね。そう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 。控え室みたいな。で俺らも本楽屋はそっちにあるの、うん。だから俺らが行っててもおかしくはない。うん、で。あれもちょっと空いたから、うん、オレンジレンジの出番まで、うん、多分3時間ぐらいあったから、うん、微妙だなって、もし、会えるか会えないか。会えるか会えないか。うん、俺らがそこに行けるかもわかんないし、ね。そうそう、いるかなとか思いながら、うん、でも、交渉するとしたらもうここで会うしかないからなって、思いながら、アーティスト村に行って、うん、そしたら、アーティスト村入って、すぐ、なんかその、広場みたいなとこ、うん、もう屋根もないところ、ね。ほんと外のね、草が生えてるところね。椅子とか置いてあって。そう。で、その前に、うんうんエビ中ね、私立エビ中学っていうアイドル、うん、僕らもラジオとかやらせてもらったし、もうズブズブですよ、うん、もう。ツーツーの関係ですよ、もう、うん。で、そのメンバーの真山って子と、うん、ミレーちゃまって子がいたから、おうとかつってね、うん、話しかけて、うん、もうすぐ出番かとかつって、俺らもエビ中見たかったんだよね、うん。で、話してて、で、エビ中の曲を作ってくれた人も今回すごい参加してるんですよ、とか。うんでその曲やるんですみたいな話してて。そうそうそう。で、話してて、うん。で、あ、石崎ひゅーいさんとか、って言って、うん、あと、オレンジレンジさんとか、って、うん、ね、エビチュー。オレンジレンジさんもやってんだ、って。そう。うん、あ、オレンジレンジさん接点あるんだ、エビチューと思って、うん。で、俺、ちなみに、オレンジレンジってもう、楽屋入りしてんのかなって、聞いたら、うんうん、ミレちゃまが、うん、っていうか、横にいるじゃないですか。その椅子みたいなさ、その外に置いてある、チェアに、オレンジレンジ全員集合して、マジで子供の野球見るみたいに座ってて、うんうん、真後ろにいて、オレンジレンジってもう来てんのって言ってた。最悪の出会い、まずスタート一番失礼だから、オレンジレンジ知らないんだって思われた。オレンジレンジだって思って、うん、
で、俺もすいませんとかって言うとまた変な感じになるから、うん、本物だから入って、うん、でもこのタイミング逃したらもう他ないと思って、うん、で、オレンジレンジ本物だって言ったところからもうノンストップで、うん、すいません、吉本興業のオズワルド伊藤と言いますって、うん、で、ちょっと初対面で、しかもこのスピードで、うん、本当に意味わかんないお願いしてもいいですかつって、うん、何ですかとかって言われて、いや、うん、実は後輩でアメリカン BB チキンの杉本っていう後輩がいまして、うん、こいつがオレンジレンジさんのことが本当に大好きなんですよ。で、オレンジレンジ好きすぎて、勝手にオレンジレンジの新曲をずっと作り続けてるんですつったら、怖いよね、反応は。で、うん、どうかなって思ったらめっちゃ笑ってくれて、何それ意味わかんないよとかって言って。やっぱね、沖縄の方たちで、もう本当にね、陽気というか、めっちゃ楽しそうだった、ね。そうそう。で、なんですかその人、うん、とかっつって。で、なんならその、陽さんってね。うん、陽さんのお兄さんですよ。うん、その、低い声でさ。よく低い担当のね。うん、そう。で、陽さんギターかな、うん、人がなんか、アメリカンビービーチキンってアメリカンビービーチキンねとかって言い始めて、うん。で、俺も絶対知らねえだろうとかって、なんかもう、うん、早いの、とにかくもう。ノリがいいから、うん。でもサクサクっと、あ、全然いいっすよって。うん、聞かせてくださいよってなって、うん、そっからじゃあちょっとだけ待っててもらっていいですかつって、もう俺杉本にすぐ電話して、うん。で、あいつはそのパスとかも何も持ってないから。普通は入っちゃいけないから。で、迎えに行って、うん、で、お願いしてそのパス一個借りて、うん、で、杉本をそのオレンジレンジの前まで連れてきて、僕、うん、ツイッター上げてるんで、うん、見れる人はぜひ見てほしいんですけど、うん、もうずーっとファンだったオレンジレンジの前で、うん、はじめまして、アメリカンビービチキン杉本ですって。それでは聞いてください。うんうん、オレンジレンジで、サマガバとか言い始めて。オレンジレンジでなわけないんだけど。杉本でなんだけど。そう。っ、う、て、ん、歌ってる間もさ、うん、その低いパートとかを、うん、杉本全部一人で歌うから、うん、それを聞いてたら、ボーカルのひろきさんとかが、りょうさんに、うん、これ絶対お前のパートじゃんとか言いながら聞いてくれて、うん、もうとんでもなくいい人よ、オレンジレンジ。なんか番組の企画見てるみたいだったもんね。いや、そう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 。素人がその。さんま玉尾のぐらいのやつ見てる感じだった。夢叶えたろうかみたいなね。でもそれに出てそうなやつなんだよね、杉本もなんか。杉本はそうそう。あいつの中でさ、うん、多分オレンジレンジさんの評価がさらに上がったというか、うん、本当に会ってみたら大好きだったオレンジレンジが、うん、本当に最高な人たちだったっていう。そうそうそう。ね、で、うん、しまいにゃよ、お前、うん。で、オレンジレンジがその曲聴き終わった後に、うん、なんならね、もう今日じゃ舞台、でね、俺らのライブで歌ってもらってとか、うん、これ冗談よ。でもさ、前日に俺らさ、ラララ出てるから、そうそうそ う, そう。なんかそアーティストのノリでなんかちょっとあるのかなと思うよね。ラララのせいで俺ら完全にネジバグってたから、うん、出ていいのかもとか思って。で、俺はそれ言われて、うん、なんか冗談、完全に今考えれば冗談なんだけど、うんうん、俺杉本に、うん、杉本もこれあるぞ。ないって、さすがに。あるぞ、それは。つって、うん。で、そっから、その、本当エビ中、を、俺らも、見たかったんだけど、うん、とにかく、その、もう曲も聴いてもらったし、うん、エビ中ちょっと見て。俺はエビ中見たけどね、全部ね。そうね。で、お前にその、エビ中行ってもらって、で、俺ずっと、俺に。お前に行ってもらってじゃなくて、俺は自分の意思でエビ中を見たの。そうそう。で、そうそうじゃなくて。俺も行きたかったんだけどね。うん、で、俺はもう、オレンジレンジと杉本を繋ぎ合わしてるから、うんうん、これはちょっと、さすがに最初から最後までオレンジレンジの、袖にいないと、俺も失礼だと思って。うんうん、で、出る可能性もあるかもしれないっていうのが、あったから。ないね、絶対に。今思った。俺と杉本はずっと、うん、袖にいて、うん。で、それを、その、一緒に来てた芸人たちも、ここまでの流れを知ってるから。うん、ちょっと杉本があの舞台に出るかも。かもしれないって思いながら、あいつらも見てるし、俺らも袖でずっといて、うんうんうん、で、なんか、その、ヒット曲というかね、うん。で、オレンジレンジも自分で言ってたんだけど、うん、なんか、その、ヒット曲でバーって盛り上がってとかつって。うん、で、なんなら何回か、りょうさんとひろきさんと、パってこっち目あったんだよ、うん。いつでも行けるぞ、みたいな。俺、杉本とも後で確認したんだけど、うん、確実にりょうさんとかひろきさんが、俺らの目パって会った時に、うん、うん、うんってこう、頷いてんの。来いよ、行けるとこあったりするの。うんうんってのを見るたびに俺と杉本、これあるぞ、杉本。万が一あるぞ、とか言いながら。うん、で、芝居でその何曲か歌った後に、ひろきさんが MC で、うんいや、ありがとうございます、みたいな。オレンジレンジね、って、これ、うん、めっちゃ盛り上がってくれて嬉しいっすわ、みたいな、うん。で、ちょっとね、って、こういう、別に来るとね、必ずあるあるなんですけど、うん、その、聞いたことない曲を歌った時に、うん、あんまりピンとこないというか、ポカーンとしちゃう時がありますと。うん、だから皆さん、誓ってください、復唱してください、みたいな。うん、たとえ、
お客様、たとえ、みたいな、うん。オレンジレンジの今日やる曲でって、うん、オレンジレンジの今日やる曲で、ロコモーションとかみたいなヒット曲以外でも盛り上がること誓いますって、お客様盛り上がること誓います。はい、じゃあ新曲やらせてもらおうかなとかって言った瞬間に、うん、俺と杉本で、これあるぞあるぞあるぞってじゃあ新曲何曲か聴いてくださいって。うんうん、何曲かってなって。様川入ってる。入ってるぞとかって。様川が入ってる可能性が。そう。うん、結局、まあ、オレンジレンジの、うん、最近出した新曲とかを歌って、うん、で、またその後、上海ハニーとか歌って、うん、オレンジレンジの出番は終わったんだけど、うん、俺らもドキドキしながらずっと。様川なかった。様川なくて。うん、そりゃそうなんだ。さっき聞いたばっかの曲あるわけないんだけど。でも、どっちにしろ俺らもかかりまくってるからさ。うんうん、で、オレンジレンジが終わった時に、どうもーっつって出てってさ、うん、いや、すごかったですねって言った後に、うん、で、あとすいません、オレンジレンジファンの皆さんって一回帰るのやめてもらっていいですかって、うん、実は後輩で、アメリカビビチキの杉本って後輩がいて、うん、オレンジレンジの新曲を作ってるんで、俺今日何回説明するんだこれと思いながら、説明して、ちょっと、今日来てくれてるんで、一曲聴いてもらってもいいですかって、うわーとかってなって。怖かったよ、その出る、いや、もしかしたら、批判されるというか、そうそうそう、ブーイングの可能性もあるけど、うん、何やってんのお前らみたいなさ、そうそうそう、オレンジレンジ関係ねえだろみたいなさ、なると思ったけど、なんだけど杉本が出てきた時もわーっと盛り上がってくれてさ、うん、で杉本も杉本で、うん、それでは聞いてください、オレンジレンジでサマガバとかやしめて2万人ぐらいのまでわーっと歌って、ちゃんと一番全部歌った、一番全部歌ってで盛り上げて帰って、うん、あいつ肝ったますごいよな、うん、すごい、だってマジで一人もいないかな、あいつのこと知ってるやつそうそうそう、2万人中、うん。ちっちゃい中学生みたいなやつがね。そう。でも、あいつの中でオレンジレンジがやっぱすごい上がったわけじゃないですか。そう。その後俺杉本と二人でタバコ吸ってたらさ、うん、その喫煙所にハエがいてね、うん、ハエが俺に3回ぐらい止まったのよ。うん。ピトッと止まって。うん、で、なんか杉本と話してんだけど、うん、なんかハエ止まるな、みたいな、俺はちょっと思いながら。うん。で、杉本も多分その話しながらも、俺のハエにちょっと注目してたのよ。うん。で、3、4回止まったぐらいの時に、うん、杉本と目があって、うん、杉本が俺に、畑中さんうんこなんですよ。あいつの中でオレンジレンジあげて、俺すごい。めちゃくちゃ舐め始めてマックス、やっぱマックスを見てるから、お前なんてうんこだ。美容院も行きたい。まつげパーマもしたい。でも結局、貴重な自由時間を、私はあの二人に費やした。美容はサボってしまったけど、久しぶりにこんなに笑顔にしてもらった。夜鏡に映った私はなんだかいつもより可愛く見えた。7月7日開催、さらば青春の光単独ライブスゴロク、配信チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオイベントページをご覧ください。さらば、昨日までの私。 TBS ラジオ公演、大和ハウスプレゼンツミュージカル生きる、9月7日から新国立劇場新劇場で上演。宮本亞門です。ミュージカル生きる、劇場でお待ちしております。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。ほら、ここがオズワルドさん。はい、ありがとうございました。オズワルド伊藤です。畑中です。ね、ラッキーフェス多分来年もきっとやってくれると思いますんで、ね、来年もやりたい絶対 MC、ね、ぜひ皆さん、うん、来年来れなかった方、うん、いらっしゃってください。本当にね、すごいフェスへとなってきておりますので、うん、1位じゃない、フェス史上、うん、フェス史上1位なんじゃない、俺らの中でフェス史上1位1位だよね、うん、他のフェスを一回も見たことないんだけど。1位ですよ。一番楽しいフェスなの。とにかくね、うん、ファミリーでも来れるし。ね、アーティストがバラエティに飛んでる、ね。バラエティに飛んでるから。唯一無二のフェスなの。そう、おもちゃ箱のようなね、はい、そんなフェスとなっておりますので、はい、来年お待ちしております。はい、じゃあ、うん、今週のメールテーマ行きましょうか。はい。柏木のように透かして失敗した話。うん、真逆の話ですよ。透かしてる人が一人もいなかったもんな。一人もいなかったですよ。アーティストの中でさ。ABC お笑いグランプリで素敵じゃないかの柏木がネタ終わりのコメントで、眠たいっすさ、タバコ吸いたいっすさと透かして、うん、東京吉本全芸人の品種を買いました、うん、ということでココーズリスナーにも柏木のように透かして失敗した話を募集しました。はい、なんか聞きましたけど、あの
素敵じゃないかとラジオで。あ、俺聞いてないわ。なんか言ってた。いや、すごい言い訳してました、ね。全然。なんであんなことになったって。なぜああいう風になったかっていうのを順序立てて説明してましたけど。うん、納得いくもんでした。なんか割とポップに説明してて、二、うん、人でキャッキャしながら説明してましたけど。うんうん、まあ許せないですね、やっぱり。反省してる様子がね、ちょっと僕は見受けられなかった。またやる？また、あれ、ああ、これ、ああ、まあまあ、またやるわ、こいつはっていう感じですよね。まあ、だからちょっと聞いていきましょうか。そうね、そうやって成長してきますからね、人間は。はい、ラジオネーム、渡辺パチオ。はい。僕が高校生だった頃、家族で小料理屋さんに行った時のことです。はい。その日は、親父が奮発して、フグ料理をご馳走してくれました。うん。当時生意気だった僕は、初めて食べたフグ料理に対して、この程度ならカップラーメンの方がうまいなと言いました。うわぁ、これわかるわ、でも、うん。するとそれが父親だけでなく、小料理屋のおかみさんにも聞こえたらしく、うん、お口に合わなかったかしら、ごめんなさいね、と申し訳なさそうに謝られました。うわ、当時高校生だったとはいえ、すかした僕の無礼な行動で、父親もおかみさんも傷つけてしまいました。なぜ素直に美味しいねと言えなかったのか、今でも反省しています。なんか高校の頃ってさ、あるよね、その、わかるわかる、この程度で俺が喜ぶと思うのよ、みたいな。まあ、事実としてカップラーメンの方がうめんだけどな、フグより。まあ、俺食ったことないから分かんないんだけど。その、うん、うまいで言ったらな。まあまあ、その、シンプルなね、それ言ったらさ、寿司とかも分かんないじゃん、本当は。うまいけど寿司俺大好きだけど、うん、本来のその、味レベルで言うとさ、分かんないよね。唐揚げの方がうまいって多分、思うし。まあ、舌それぞれだからね、あれなんだけど。いやいや、じゃあじゃあ、その、俺寿司好きなんだけど。お前みたいに、その、寿司好きなんだけど、フラットに、初めてこの、うん、食べ物を口にする人間が、寿司と唐揚げを食べた時に、どっちがこの、満たされるというか、うまーってなるかって言ったら、多分唐揚げな気するよね。うん、だからお前みたいな意見もあるし。俺は寿司が好きなんだけどね、もちろん。難しい。俺は海の男だし、ね。お前側の人もいるし。うん。うんうん、いや、だから実際ね、実際ガムのがうまいかも。でもこれ言っちゃうな。うん、ガムのがうまいってことだ、ね。いや、そのフラットに味覚だけで言う。フラットに味覚だけで見ても、うんうん、ガムのがうまいじゃないだろ。いやいや、ガムってすごいフルーティーなさ、甘い味するじゃん。いや、そうだけど、その、うん、なんか種類違うじゃん、なんか。いやいや、そんな、ちょっと違くないなんか。なんか味覚を今度正式に測る。いや、飯じゃねえじゃん、だって。いや、味だけよ。だからさ、例えばじゃあ、あの、刺身ね、大トロを5回噛んで、パッて捨てるのと、うんうんうん、ブルーベリーガム5回噛んでパッて捨てるの、どっちがうまかったって言ったら、うん、多分ブルーベリーガムじゃん。いや、なるほど、それは。醤油はなしよ、だって。え？醤油はダメだよ。醤油なし？醤油なし。でも調味料という意味で、うん、使ってんじゃん、だって。じゃあ塗るのは OK ね。醤油じゃ塗ってもいいよ。塗ってもいいけど、飲み込めないから。5回、大トロを噛んで、ペッて捨てるのと、うん、ガムを5回噛んで、ペッて捨てるの。でもさ、うん、それはガムを噛んだ時のさ、うん、ガムの汁は飲み込むわけだろ、うん、まあ、それは、大トロもいいよ。その汁は飲み込む。汁は飲み込んでる。でも、身は一切やめよ。米も？米だからダメよ。持ってんのかさ。何言ってんの。大トロ噛んだ分の、大トロ汁は飲んでもいいでしょ。大トロから出た水分はいい。いや、俺絶対大トロだと思う。それは大トロ知ってるからでしょ。大トロって高いし、うん、うまいもんって思ってるから。いや、大トロ味好きだもん、俺。先入観で。味が好きなんじゃない。お前、その値段に惹かれてる。違う。値段に惹かれてるだけで。ガム絶対ガムだもん。本当はね。本当のこと言ったらよ。まあ、でもこれ透かしちゃうのはちょっとわかるね、うん。でも高校生とかそう、調子乗っちゃうんだよね。うん。うん、はい。で、確かに、あとあとこの、お父さんとかの悲しそうな顔とかわかんだよな。ああ、でも俺も同じようなこと言ってか、ぶん殴られたことあるの。いや、だから、ぶん殴るタイプだったらさ、まだわかるじゃん。うん。いい、良かったと思えるけど、うん、なんか哀愁を出してきたらね、ちょっと切なくなっちゃう時あるな。せっかく、喜ぶだろうなって思ってな。そうそう、子供にね。普段食わないね、多分お父さんも別に。うん。普段自分が食ってるわけじゃないけど、家族のために連れてってくれたんだろうね。悲しいね。すかすって。柏木は、うん、こういう思いをさせた。こういう思いをさせたってことだもんな。聞いてほしいね、これはね。その、うん、アベマで見て、うん、大阪のテレビ、もう全部流れるテレビで、うん、そうね、親も見てる。カップラーメンのがうまいって言ったんだよ。違うけどね、ジャンルは。なんて男だ。うん、続いて、ラジオネーム、サンドの飯よりフライドチキン。はい。伊藤さん、畑中さん、こんばんは。こんばんは。中学2年の頃、僕に毎日ちょっかいをかけていた女子の先輩がいたのですが、はい。ある日突然その先輩から LINE が来て、うん、好きだよって伝えられました。え？LINE ってのは最近だね、しかも。だから今現役高校生とかじゃない？うん、そうだね。
当時僕には片思いをしている子がいたことや、うん、好きだよという文章そのものが嘘なのではないかという疑いを持っていたこともあり、わ、肩わかるわ、でもありがとうございますとすかした答えを返してしまい、それから一切話すことも LINE することもなくその先輩は卒業してしまいました。ありがとうございます。その後好きな子には彼氏がいたことがわかり、二十歳なんだね迎えても恋愛経験なしの童貞である今、あの時すかした答えをせずに素直に付き合っておけばよかったと後悔する日々を送っています。うわ、恋愛系はしちゃうよね、男子ってバカだから。しちゃうな、男子ってバカなんだよな。しかもこのでも分かるわ、うん、この罰ゲームで告白するみたいなってさ、うん、やるんだよな中学生とか。でもさ、この子はそうじゃなかった可能性があるからね、普通に LINE で好きだよって。いやだからこれを疑っちゃう気持ちが分かる。そうそう、それがあるから、その疑われるようなことをやってる奴らがいるから、うん、そっちなのになんか本気になって、うん、俺も好きだよとか言ったら、後でからかわれんじゃないかと思っちゃうからね。うん、いや、わかるわかる。うん。これはその。これはわかるわ、うん。狼少年みたいなことが第三者が被害に遭ってるみたいな。だから入り組んでるんだよな、うん、中高生の恋愛。多感だからね。とにかく恥かきたくないから。うん。中学生って。ああ、惜しいことしたな、これは。これだから中学校とか高校の恋愛ってもう二度とできないからね。そうなんだよな。俺は一回もしたことないから、もう終わってんだよ、人生で。終わってというか、その経験、そこまで思い出もないわけよ。そこまでではないけど、その中高時代の。終わってるってことの。どうやってもできないわけだから。どうやっても、ね。まあ、あの時の恋愛はね。うん、どうやってもできないの。本当に二人で汗ダクダクになりながら、うん、チャリンコをして学校から帰るみたいなのはもうできないから ね。もうできないのはどうやっても。もう5秒でタクシー乗るから、うん、今はもう。そうだね。チャリこがないもん全力で。そうそう、うん。それやっぱ大事だよ ね。はい、最後です。はい。ラジオネーム、犬山渋谷さん。はい。僕は去年まで高校生だったのですが、体力テストで靴紐を異常にきつく締める陸上部の連中を心底バカにしよう。なんでだよ。俺、靴紐全開でいけるわ、と豪語し、靴紐をすべて解いた状態で全種目に参加しました。その結果、1500メートル走の序盤、50メートルほどで紐を踏みつけ大転倒、足首を捻挫し、救急車で運ばれました。でも、靴紐をきつく締めるあいつらより僕はマシです。なんでそんな嫌な靴紐。何がそんな嫌な、それはいいだろ別に。いい気持ちしたいんだろだって。ダサいとかわかんないんだけど、靴紐をきつく締めるのが。あんのそういうなんか文化が。全くわからん、その何がダサいのか。でもだからそう、うん、中高生ぐらいの時ってあるんだろうな。ダラダラで着てるのがいいのかな、ズボンとかもさ、ダルダルが流行ったりしたじゃん。今はわかんないけど。靴紐きつく締めるの。ダサーと思ってたんだ。わかんない。これはな、でも。まあ、すかすな、で、ああいうフェスとかでも結局さ、だあれがすごいよね。もうすかしたりしないじゃん、みんな。そうそうそう。で、お客さんもね、ノリノリっていうかさ、タオル回せたら回すし、あ、そう、湘南の風さんもね、最後、3日目最後、俺らも出させてもらったけど、水蓮か、あの、タオル回すやつさ、あれ気持ちいいね、やっぱ。気持ちいいけどさ、だからその時によ、そう、俺らは、なんだろうな、ヘタレだなと思うよね。本当に俺、俺も、自分もそうだし、お前見ながらも、ああ、芋だな、俺らはって。タオル一つ回せないんだから。なんか違うぎこちないというかさ、あれどうやって、もっとさ、長くしてるからさ、手に巻きついてきちゃってさ、で、一回ほどいて、もう一回やってさ。あれ短く持つのよ。半分に折るのよ。だから半分に持って長いままやってたから、二三回回したらもう手に巻きついちゃってさ。半分に折って、もっとさらにこう、ぎゅっと持って、ほぼその、何？はみ出てる部分はないぐらいの感じよ。手首を回す感じで。でも、ジャンプしながらね。基本的に。誰が、なんかやっぱ恥ずかしいけど、でも、吹っ切れられるよね。あんだけ人前出されたらね。そうそうそう。いや、でも、ダサかったよ、きっと。でも、芸人チームで見ててさ、もっと赤もみじのね、村田が、それ、見てたんだ。で、もうみんな大盛り上がりしてて、で、若旦那さんが、タオル持ってこーいって言ってたの聞いて、村田がちょっとすかして、伝説の助産師かって言ってたらしいんだけど、すかしてるな、あいつ。違うのよ。そういうんじゃないのよ。今いらないのよ、うん、この内輪のグループの中だけでも、ちょっと若旦那に勝ちたいみたいな。そう勝てないって。2万人がこっちを振り向かないから、せめて近くの5人をこっちに振り向かせたいっていうね。伝説の女選手か。まあでもすごいかっこよかったですよ、やっぱり。最高ですよね。はい。ちょっと最後、はい、じゃあここでもう一曲聴いていただきましょう、はい。もう本当にお世話になりました。杉本、ちょっと泣いてました、うん。オレンジレンジさんも最高でした。はい。聴いてください。オレンジレンジで、シャンガイ。ほら、ここがロジナルドサンジ。作
年セールスマンの死の斬新な演出で日本の演劇ファンをうならせたショーン・ホームズが豪華俳優陣日本クリエイターと作る2023年版桜の園、パルコ劇場開場50周年記念シリーズ桜の園、出演原田美恵子、八嶋智人、孫波、安藤玉恵、川島海香、松尾隆、村井邦夫ほか、TBS ラジオ公演で8月7日から29日までパルコ劇場で上演。詳しくは 03-3477-5858 パルコステージまで。真夏のオーケストラの祭典が今年も開催決定。 TBS ラジオ公演フェスタサマーミューザ川崎はミューザ川崎シンフォニーホールを中心に7月22日から開催します。チケット販売中。詳しくはTBS ラジオホームページのイベント情報まで。 J-O-K-R TBS ラジオ。プレイスバリ銀座というところでですね、あのエンプティーステージがあるんですよ。はい。でエンプティーステージっていうのは即興芸みたいなね、即興で舞台を演じるみたいな。読んで字のごとくですよね、うん、空っぽだからみたいなことですね。それその団体芸の方ではなくて、はい、その一人でトークする方、それもまだ即興なんですけども、そっちの方に僕出ますんで、はい、8月17日木曜日ですね、一人喋り多分30分かな、やりますんで、よかったら皆さん見に来てください。詳しくはエンプティステージのホームページ。一人で30分喋るなんてことないんじゃない。まあまあ余裕でしょ。お前大丈夫だって普通喋ればいいんでしょ。俺映像見るよ、うん、別に全然。本当、うん、面白いことか知らんけど喋るだけで別にできますよ。そんな、なんかもう始まる前から逆切れしてるじゃないですか。30分喋ればいいんでしょだって。できます、そんな。わかりました。皆さんお越しください。うん、あともう一個ちょっと、テレビ東京で、オズワルドの〇〇まで30秒ですっていう特番を、まあ7月17日月曜日に1回目放送して、で、来週24にも放送させてもらうんですけど、これちょっともう、レギュラーになるかどうかが、ね、結構 TVer の回転数がね、重要になってきてるらしいんで、もうサクッと見れますんで、ぜひお願いします。はい、はい、それではここまでのお相手は、オズワルド伊藤と畑中でした。 TBS ラジオでお聞きの方、山里さんちはこの先です。まあいろいろ告知しましたけどね、はい、僕は所詮うんこなんで。杉本めちゃくちゃふてくされてんぞ畑中。アイドルオタクの前田と恋愛シミュレーションゲームオタクの大山が教えの愛を語り尽くすオタクキュレーションバラエティ N93 カラタチの最果ての先生。 TBS ラジオの地上波枠を目指しポッドキャストで配信中。ぜひお聞きください。キリンの川島明です。毎週日曜夜7時はスカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。7月23日の放送はこちらのコンビが来てくれます。どうも、モグライダーの柴です。ともしげです。モグライダーが登場。パーソナリティとしてのスキルで勝負します。川島明の寝言は7月23日日曜夜7時から。 TBS ラジオ。ワッチ。スマホで誰でも簡単にライブ配信。みんなのライブ配信はワッチ。ふわっちが一時をお知らせします。Thank you.
エンプティーステージがあるんですよ、はい、でエンプティーステージっていうのは、即興芸みたいなね、即興で舞台を演じるみたいな、読んで字のごとくですよね、うん、空っぽだからみたいなことですね。それでその団体芸の方ではなくて、はい、その一人でトークする方、それもまだ即興なんですけども、そっちの方に僕出ますんで、はい、8月17日木曜日ですね、一人喋り多分30分かな、やりますんで、よかったら皆さん見に来てください。詳しくはエンプティステージのホームページ、一人で30分喋る。ないんじゃない、まあまあ余裕でしょ、お前大丈夫だって普通喋ればいいんでしょ、俺映像見るよ、うん、別に全然本当、うん、面白いことか知らんけど、そんな喋るだけで別にできますよ、いやそんな、なんかもう始まる前から逆切れしてるじゃないですか30分喋ればいいんでしょってできます、そんな、わかりました、皆さんお越しください、うん、あともう一個ちょっと、はい、テレビ東京で、うん、オズワルドの〇〇まで30秒ですっていう、うん、特番を、はい、まあ、7月17日月曜日に1回目放送して、はい、で来週24にも放送させてもらうんですけど、これちょっともうレギュラーになるかどうかが、ね、結構 TVer の回転数がね、うん、重要になってきてるらしいんで、もうサクッと見れますんで、ぜひお願いします、はい、はい、それではここまでのお相手はオズワルド伊藤と畑中でした。 TBS ラジオでお聞きの方、山里さんちはこの先です。まあいろいろ告知しましたけどね、はい、もう僕は所詮うんこなんで杉本めちゃくちゃふてくされてんぞ、畑中アイドルオタクの前田と恋愛シミュレーションゲームオタクの大山が教えの愛を語り尽くすオタクキュレーションバラエティ N93 からたちの最果ての先生、 TBS ラジオの地上波枠を目指しポッドキャストで配信中、ぜひお聞きください。麒麟の川島明です。毎週日曜夜7時はスカルプ D プレゼンツ川島明の寝言、7月23日の放送はこちらのコンビが来てくれます。どうも、モグライダーの芝です。ともしげです。モグライダーが登場、パーソナリティとしてのスキルで勝負します。